座に対応してくるか。やっぱり面白いぞ貴様ら、その調子だ。頑張れ、期待しているぞ。隙あり、今でございます。横槍失礼。うお、姿勢が崩れた。今がチャンス、仕留めるぞ香織。はいはい、これで終わりさ。きっついのをお見舞いしてやるさ。チュ、なんだ、私の絶対攻撃絶対防御が乱れた。避けきれない、防ぐしかない。腹が立つな、この衣装はお気に入りなのに。なんだ、後方からあのチビスケが槍を投げつけてきたのか。普段ならばそんな不意打ちにも対応して避けられるはずだがな。楽しみすぎて勘が鈍ったか。それと貴様が何か特別なのか。何ですか、あの目は。よ、様式のある人間とは思えません。これが人間さ、強欲でいつだって快楽の奴隷だ。しかし興味深いな。見たところ単なる小娘のようだが、私や陛下と同じように特別な存在なのか。いや、単なる偶然か。先ほど不意打ちを食らったのも私が油断していただけかもな。まあいい、調べればわかる。貴様、こっちに来い。このクリスティーナがとっくりと見分してやる。切り刻んで腑分けして貴様のすべてを暴いてやろう。私を強化してくださるのですね、主様。おかげさまで助かりました。正直腰が抜けそうだったのですが、戦う気構えが取り戻せました。かかってきなさいゲロー。主様のご加護がある限り心は負けません。はは、ゲローと来たか。急に強気だな小娘。ずいぶんそこの少年と仲良しなようだが愛の力は偉大だな。愛は牙なきウサギを獅子に変える。あ、愛とかではございませんが、そう、これは私の主様に対する忠誠心の発露。照れるな照れるな、命短し恋せよ乙女。おいこら、どこを見てやがる。てめえの相手は私たちだ。ち、多勢に無勢か、いまいましい。このギルドハウスを取り囲んでいるナイトメアの部下どもを突入させるか。いいな、どうも外が騒がしい。あの声は。残念、時間切れのようだな。楽しい時間はあっという間だ。どいてどいて邪魔。あんまりエレガントじゃないけど、腰通るわよ。そこまで。双方武器を収めなさい。はばかりながら仲裁する。今すぐ死闘をやめなさい。もう真夜中よ、ご近所迷惑でしょうが。お嬢様。スズメ無事？あんたがカオンに保護されてるって聞いたから慌てて屋敷から飛んできたわ。どういう状況よこれは。大丈夫？怪我してない？やっぱりお知り合いなのですね。もうだいぶ慣れてまいりました主様。ハロー、サレンのお嬢ちゃん、
いや、元副団長と呼ぶべきか。クリスティーナ、今通りがけに他のナイトメアの団員たちから事情を聞いたわ。独断専行の大暴れに団長も痛くご立腹みたいよ。今日のところは私の顔を立てて撤退してくれない？構わないよ。正直まだまだ食い足りないのだけど。最低限の目的は果たした。ここで貴様も含めて全員をなぎ倒してしまうのも面白そうではあるがな。これでも結構ナイトメアは気に入っているんだ。今はこの立ち位置を保っておきたい。だが貴様に手を出すとナイトメアでは村八分にされてしまうからな。ずいぶん人気者だったものな、元副団長。未来の楽しみのために今ぐっと我慢するのも人生を謳歌する秘訣ってものさ。いいだろう、今宵は引いてやる。ちょっと調べておくべきこともできたしな。ほら、ちっちゃい子を怯えさせるんじゃないわよ。このことは問題にするわ。プリンセスナイト上層部に報告する。いつまでも無法がまかり通るとは思わないことね。肝に銘じておくよ、お嬢ちゃん。ではな、失礼する。今日は久方ぶりに楽しかった。また遊ぼう、紳士淑女の諸君。それではアデュー。あ、待て、こんだけ大暴れしといてタダで帰れると思ってんのか。マコトはん、深追いせんといて。帰ってくれる言うんやから、それでええやん。それよりも怪我してるとこ見せとおくれやす。手当てしまひょ。香織はんもな。はいはい。でもあんまり怪我はしてないさ。あの人どうも手心を加えてくれたみたい。あの人が本気だったら私も誠も今頃狙いかないよ。マジかよ、あれで手抜いてたってのか。ちくしょう、バカにしやがって。妙に強かったなあの人。マコトハンとカオリハンを片手であしらってたん？不自然な気するけど。なんかご存知やろか。あんたどうもナイトメアとは因縁が終わりのようやけど。うん、ちゃんと説明するから安心して。でもその前に、無事でよかったわスズメ。この子はもうあんまり心配させないでよ。お嬢様、ここ怖かったです。今日だけでありえないような修羅場を何度も味わっちゃいました。頭が変になりそうです。よしよし、かわいそうに。ごめんね、駆けつけるのが遅くなって。まったくもう何が何だかわかんないけど、どうも嫌な感じね。しばらく平和だったのにあちこちきな臭いったらないわ。困ったものね、子供たちの未来を暗雲で閉ざしたくはないんだけど。